セルタデビーゴは、スペインガリシア州、ポンテベドラ県、ビーゴに、本拠地を置く、サッカークラブ。2021から22シーズンはプリメーラーディビシオンに、所属。ホームスタジアムは、エスタディオデバライドス。RC フォルトゥナデビーゴと、レアルビーゴ SC の合併により、1923年8月23日に、設立された。セルタは、 プリメーラで50シーズン以上プレイした11クラブのうちの一つでプリメーラ通算順位では11位に一致しているコパデルレイでは優勝経験はないものの4回の準優勝と8回のベスト4進出を果たしている欧州の舞台では UEFA ヨーロッパリーグに8回出場しており2016から17シーズンには準優勝も経験したその他 UEFA チャンピオンズリーグには一度だけの出場を、2000年には、クラブ史上唯一の国際タイトルである UEFA、インターと,とカップ優勝を成し遂げた。2014年に行われた CIS の調査によると、22,104人ものシーズンチケット保持者がおり、これは、スペイン国内のサッカークラブで10番目の数である。また、デポルティボラ・コルーニャとのクラブ間には、 激しいライバル関係があり、両者が顔を合わせる試合は、ガリシアダービーと呼ばれる。全国選手権でのより一層の成功を願い、ガリシア州 B5 にあるいくつかのクラブが合併して、より強力なクラブを作るという考えの下で、セルタで B5 が設立された。この運動の旗頭に立ったのは、マヌエル・デ・カストロというスポーツライターであり、1915年から、 合併運動の必要性を記事に書き続けた。運動のスローガンは、とど、ポルイパラビーゴであり、レアルビーゴスポルティングとレアルフォルトゥナ FC の監督の指示を取り付けた。1923年6月22日に、デカストロがマドリードで行われた、スペインサッカー連盟の集会で持論を提案すると、満場一致で指示された。 1923年7月12日、レアル・ビーゴ・スポルティングと RC ・フォルトゥナ・デ・ビーゴの年人集会がホテルモデルノにあるオデオン劇場でそれぞれ開かれ合併案は承認された。このようにして現在のセルタが生まれチーム・オブ・ガリシアと呼ばれた。8月10日には新クラブ名が決められた。レアル・ユニオン・デ・ビーゴ、クルブ・ガリシア、レアル・アトランティック、ブレオガン、 レアルクルブオリンピコなど様々な名称が考案され、レアルクルブオリンピコが人気を得たが、結局ガリシアとつながりの深い、セルタを用いた、レアルクラブセルタに決定した。セルタの初代会長は、トーレ・セデーラ伯爵のマヌエル・バルセーナ・デ・アンドレスが、務めた。総勢64人の選手たちも決定し、レアル・フォルトゥナイフ・シーやレアル・ビーゴ・スポルティングの著名な、選手たちも含まれた。 1990年代後半から2000年代前半はセルタの歴史上最も高成績を残した期間である。1997から98シーズンにリーグ戦6位となって26年ぶりに UEFA カップ出場権を獲得すると、1998年夏には攻撃サッカーで知られるビクトル・フェルナンデス監督を招聘し、 1998から99シーズンの UEFA カップではベスト8に躍進した。1997から98シーズンから2002から03シーズンまで6シーズン連続で7位以内でシーズンを終え、1998から99シーズンから5シーズン連続で UEFA カップに出場し、スペインメディアにエウロセルタと呼ばれた。主要選手には、 ロシア代表のアレクサンドル・モスト・ボイア、バレリー・カルピン、イスラエル代表のハイム・レビボなどがいた。2002から03シーズンにリーグ戦4位となり、クラブ史上初の UEFA、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。AC ・ミラン、AFC ・アヤックス、クラブ・ブルフヘと同組となったグループリーグでは、AFC ・アヤックスを破る金星を挙げ、AC ・ミランに次ぐ2位で、 決勝トーナメント進出を決めたが、決勝トーナメント1回戦では、アーセナル FC に2試合合計2から5で敗れた。リーグ戦では、悲惨な成績に終わり、19位と不振を極めてセグんだ、ディビシオン降格となった。2004から05シーズンに2位となって1シーズンでの、プリメーラディビシオン昇格を果たすと、2005から06シーズンは6位で、 UEFA カップ出場権を獲得した。2006から07シーズンの UEFA カップでは1回戦でスタンダールリエージュを倒し、グループリーグではニューカッスルユナイテッド FC に次ぐ2位となって決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦ではベスト4となったベルダーブレーメンに敗れたが、セビージャ FC、RCD s パニオール、CA オサスナともに スペイン勢の躍進を印象付けた。しかし、同シーズンのリーグ戦では18位となり、またもや、欧州カップ戦に出場したシーズンに、セグンダディビシオン降格となった。2012年6月3日、およそ5年間のセグンダ暮らしを経て、プリメーラに復帰した。プリメーラ復帰1年目は、リーグ序盤戦から苦戦を強いられるも、リーグ最終節のプリメーラ残留がかかった。 大一番、RCD エスパニオール戦に1から0で勝利し、辛くもプリメーラ残留を決めた。2015から16シーズン、エウロセルタのメンバーだった、エドアルド・ベリッソを監督に迎えた。このシーズン、イアゴ・アスパスや、ダニエル・バスラの活躍もあって、リーグ6位フィニッシュと大健闘。UEFA ヨーロッパリーグ出場権を手にした。 そのヨーロッパリーグでも躍進を遂げ、ベスト16でシャフタールドネツクを、ベスト8で KRC 変化を破って、決勝進出が期待されたセルタだったが、そのベスト4で最終的に大会優勝を果たすマンチェスターユナイテッド FC に敗れ、惜しくも決勝進出とはならなかった。セルタのユニフォームが現在の配色となったのは、 クラブ創設者の一人であるフアンバリーニョレドの案だった。しかし、最初の試合で使われたユニフォームは赤いシャツに黒のズボンそして青と白のソックスだった。水色のユニフォームを初めて使用したのは B チームであり、その後トップチームもユニフォームを水色に変更した。セルタは スペインの主要なサッカークラブで最も長く一社との胸スポンサー契約を続けているクラブである。1986年、B5 に工場を置き、B5 最大の雇用者数を誇るシトロムがユニフォームの胸スポンサーとなった。その年からアンブロがユニフォームサプライヤーとなったが、アンブロもまた B5 近郊のレドンデーラに工場を置く企業である。セルタのホームゲームは、 市街地から郊外へおよそ 3km の位置にあるエスタディオでバライドスにて行われる。2万9000人を収容でき、ピッチサイズは 10569m である。スタジアム内にある公式ショップこのスタジアムは、1928年12月30日、レアルニオンとの試合で初めて使用され、その試合にはセルタが7から0で対象した。1920年代、 クラブのサポーター数が急増したことで建築家のヘナロ・デラ・フエンテ・アルバレス氏が設計し、何度かの計画変更を経て1928年に、竣工した。完成当時は2万2千人を収容する規模だった。全席座席タイプとなっており、座席一つ一つに管理番号が振られている。1930年代に大規模な改修が行われ、 1945年7月には、スタジアムの所有権をセルタが買い取り、正式に、クラブの所有物となった。それ以降、定期的に、スタジアムの改修、修繕が行われた。1982年、国内で 1982FIFA ワールドカップが、開かれることを機に、スタジアムを UEFA の基準に合わせる工事が計画され、 西側スタンドの座席をより快適な座席に一新した。この頃の収容人数は3万8000人を誇るなど、かなり大規模なスタジアムだったが、1990年代に、課された立ち見席撤廃の方針により、収容人数が減らされ、現在の2万2000人に落ち着いた。2003年の夏、セルタが、史上初めて UEFA チャンピオンズリーグ参戦が、決まり、 それに合わせて UEFA 規定のスタジアムに再度改修することが発表された。ポンテベドラ圏が費用を全額負担して行われ、ロッカールーム、ミックスゾーン、通路などが主な改善点だった。また、ピッチを取り囲む溝を埋め、スタンドとピッチが近くなる、いわゆるイングランドスタイルのスタジアムへと変更された。エスタディオ・バレエロ・セルタが、 エスタディオ・バライドス以外に使用している施設には、シユダ・デポルティ・バー・フォーテサと呼ばれるトレーニンググラウンドがある。B5 に隣接するモスにあり、セルタのトップチームと B チームがトレーニングを行うために使用される。また、B5 市内のカンデアン地区には、B チーム以下のカンテラーノが練習場として訪れるアマドロアスポーツ複合施設がある。また、 同じく B5 市内のラバドレス地区には B チームがホームスタジアムとしてプレーするカンポムニシパルデバレーロがある。小規模なスタジアムであり、収容人数は1171人で、ピッチサイズも10166メートルほどしかない。クラブ創設以降、数回の名称変更が行われている。現在の RC セルタで B5SAD となったのは1992年。 以降のことである。現在、クラブに所属している選手で最も多くの公式戦に出場した選手は、ウーゴ・マージョである。クラブ通算では、歴代3位の記録を誇っており、現在も更新し続けている。また、イアゴ・アスパスは、セルタの歴代最多得点記録を保持している選手であり、歴代2位のラモンポロの159ゴールとの差を広げ続けている。 設立時のセルタは赤いシャツ、黒いパンツ、青いソックスを着用していた。この組み合わせは後に変更され、ガリシア周期に象徴される空色と白色の伝統的な組み合わせが採用されたが、いつ変更されたのかは定かではない。ラシンフェロルなど、ガリシア州の多くのクラブと同じく、クラブのバッジは、セイ・ジェームズの赤十字を基調としており、十字の上には、 CS とデザインされた青色の盾が置かれている。1923年には、アルフォンソ13世の被護を受け、バッジに王冠を抱き、クラブ名にレアルを加えて、レアルクラブセルタで B 語となった。スペイン内戦時は、クラブ名から、レアルが取り除かれ、王冠も外されたが、王政復古後に再び付け加えられた。同じガリシア州のデポルティ・ボラ・コルーニャとの対戦は、 ガリシアダービーと呼ばれる。ピチ,チーチ賞サモラ賞中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。